どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、前回はついにエンドの世界探索いたしまして、エンドシティの方へ見つけましたけれどもね。そしてあちらで手に入れたもの、今日ねちょっとそれを利用してね、いろいろやっていきたいと思います。ってことで早速始めてまいりましょう。はい、やっと材料揃い始めましたね。ということで、はい、白猫ちゃんです。オッドアイの白猫ちゃんです。ね、あっちの方ね、ちょっといろいろ今整備しておりまして、この塀の外ね、そこでねうろうろしてたのを見つけまして保護いたしました。そして白と黒このように並んでもらっております。昨日手に入れたの、はい、これシルカの殻6個、これで3つ分のシルカボックス作れますね。でコーラスフラワー、コーラスフルーツということで、先にねちょっとこれ成長させて、増やしていきたいと思います。どこだ、こっちか。エンドストーンがいるんだよね。ちょっと先に植えて成長させましょう。これ犬いるからちょっと危ないかな。犬ちょっと移動させます。ここに仮に設置しますね。コーラスフラワー取るときに弓で矢を撃つんで、それが当たったらちょっと大変なので、こっちに移ってもらおうか。なんか1匹来てない気がするんだけど、あ、いたいたいた。 OK、 4匹います。でとりあえずここら辺に置きますか。あんまり壁とか塀に寄せちゃうと向こう側に落ちてもらうと困るので、これの畑、ちゃんとした畑また改めて作りたいと思います。 1,2,3,4,5,6、 うん、で3つしかちょっと持ってきてないんで、これでコーラスフラワー取りたいと思います。じゃあちょっと成長待ちですね。で続きましてシルカでいいのかな。はい、ついにこれゲットしましたよ。結構ねこれエンダーチェストの中いっぱいになっちゃうんですよね。冒険とか行っちゃうとね、ここに入れちゃうから、これも取っとこうか。でシュルカーボックスが欲しかったんで、あ、1個しかないんか。チェストちょっと作っとかんとあかんよね。また木材取りに行かないと少なくなってきた。でこれで32個ですね。でついにこの時が来ました。シルカーボックスついに手に入ります。デレン、はい、3つゲットいたしました。これでちょっとまたいろいろ持ち歩けるようになりますね。ってことで、そしたら必要なもの、先に必要なもの、赤石ボックスと、あと石関係だよね。で、1個は、もうこれ、ちょっと殻で入れられるようにしておきたいと思います。殻ボックスはここ入れて。それじゃあ、ちょっと染料、色を塗らなきゃいけないので、色つけなきゃいけないので、あっち、第一拠点の方行きます。染料があっちにあるんで。赤と、薄灰かな、石関係だからね。こちらね、色ね、薄灰と赤。これで赤色ですね。で、石薄灰。はい。これでできましたと。じゃあちょっと材料揃えましょうか。中入れていきます。うん。いっぱいあるね、赤石。ちょっと貼り付くとか。ブロックね。作っときます。こうやって崩せるからいいよね。でこれもまたちょっと作っとかないといけないけど、ちょっととりあえずね埋めるので
こういってちょっと随時増やしていかないといけませんね。これはまあ後で作れるからいいけど、という感じかな。で赤石の、トーチのでブロックですね。でこれとこれで、あとはこっち側か、配置は前に使ってたマッサバの時と同じ配置にしときたいよね、統一しときたいよね。オブザーバーとディスペンサー、あとここか。でチェストもこの位置かな。そしてレールですね。これはアクティベーター使ってないもんね。だから入ってないんだ。で、ディテクターか。うん、ホッパーね。で、砂。ワンスタック。でカーペットとかいるけど、そしたら羊毛セットですね。でトロッコの駅で使うのにカーペットがいるんですよね。32ありゃいいのかな。白でいきます。ここにあるんで、あここもねこっちいないから収穫があまりできなくなっちゃったんですよね。だからあっちの第二拠点にも設置しないといけないですね。白とあとここの他の色、ちょっと5匹ぐらい向こうで作るかね、栽培ね。栽培さ、育てますかね、取れるやつね。これ半分でよかったんだっけ。あ、3枚取れるんか。ちょっとこうして。サボテンは向こうですね。第2拠点。で、あとあれってどない作んだっけ。これね。あ両方赤石、干し草の赤石か。とりあえずここにね黄色も入れてたんですけれども、あんまりそんな使うわけじゃないから、ちょっとまた他のやつを入れるようにしましょうか。でカーペットでしょ。干し草か、干し草違う、俵。あれ、あ映してるわ。まあ何個かだけ作って後でちょっと増やそうか。先に揃えることを優先しますね。的7個で、あそっか、7個しか作れないか。まあとりあえずこれでこうしますね。ピストンから粘着ピストン作れるようにこれ置いて、であと音符ブロックか。どうしよう、こうだからこっちずらそうか。じゃあこっちに移しますね。であと音符ブロックとここサボテンね。音符ブロック、オッケーです。じゃあ次石セットいきますか。まず丸石3つ、で焼き石ですね。あと深層岩とか使うんだけども、あれはちょっと、もまたシュルカボックス取れたら、じゃあシュルカの殻取れたらそっちで別で作りたいですね。黒色つけてやるか。でネザーの、あーないだろうな、数がないもんね。なくってあんまり使うことないけど、黒曜石取っとかないといけないね。だからここ黒曜石で、でなく黒曜石
で、こういう感じでございますね、配置としてはね。はい、じゃあ一旦向こうに戻りますだけど、これ全部取ったね、取ったね。いや、まだまだやることがいっぱいですね。はい、石系はまあとりあえずこれで OK ですか。縦にこう、とりあえずこうやっとこうか。もうちょっとシルカ欲しいな、取りに行くそういう感じだよね。サボテンね、あ、結構増えたね。ワンスタック持ってって、こっちも、うん、いい感じ、増えていっておりますね。で、こうなりますね。で、ここが空きになるんで。で、随時、これだんだん増やしていって、64、ワンスタックになるように持っていきたいと思います。これさえね、持ち歩けるようになっとけば、いつでも出先でね、使用できますから。どう？ちょっと離れてたからあれだけど。あ、まだ完全にあれだね。増やすタイプ作った方が良かったかな。まあいっか。とりあえずこれ2個あるから。で、またここで増やします。これ、ここで食べたら下行っちゃう可能性あるからね。気をつけないとね。で、あとですね、ここ、湧き潰し。このようにもう全部できました。この敷地内はね。で、一応これで安全対策は OK ということになっております。あと、こっち、残すはこっち側ね、ちょっと緑化させるレバーもある程度できるかなというふうな、整ったかなというふうな感じになると思うんですけれども。で、各ね、これ区画ごとに、ちょっといろいろ配置していきたいと、思っております。まあ、こっち、こことここはね、お庭、庭園スペースにしようかなと、あと建物なんか建てて庭園スペースにしようかなというふうに考えてます。で、こっちはもう動物たちですよね。うん。の小屋作ったり、していければなというふうに思っております。で、こういう木とか竹とかはですね、外、こっち側にね、植林場また作りますんで、で、あとまだ植えてないやつとかもね、こっち側にちょっと整備して、ちょっと面白い形の何かできないかなと思って今考えているところでございます。はい、ということで今回はシュルカーボックスついに手に入れることができまして、中の方ね詰めていきました。そして、コーラスフルーツこのように栽培し始めていっております。これで新たにプルパーブロックが手に入るようになりましたということでございますね。はい、徐々にいろいろできるようになってきましたということでございます。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。